今日開会した瀬戸市の6月議会。今回市から提出された議案の一つが、来年3月以降に水道代を値上げする改正案です。瀬戸市の下水道使用料は現在1ヶ月あたり10立方メートルまでは基本料金825円です。改正案では10立方メートル以下でも基本料金に加え、使用した量に応じて1立方メートルあたり22円から55円が追加されます。また10立方メートルを超えた使用量の追加料金も値上がりします。例えば3人家族の一般的な1ヶ月の使用量20立方メートルの場合、値上げ後の金額は値上げ前のおよそ 1.4 倍です。背景にあるのは赤字続きの下水道事業です。はい、こちらが各ご家庭の汚れた水が下水道管を通って集まってくるところです。市内に2カ所ある浄化センター、微生物や薬剤などで汚水をきれいにしています。施設は24時間365日稼働していて、常に2人程度が監視や点検に当たっています。運営にかかる人件費、それから薬品も使えますので薬品費、それから電気代ですね、使用料でご負担いただくべき費用が賄えていないと。市によりますと、2022年度の1年間で汚水の処理にかかった費用は11億円弱。しかし市民から回収したのは7億円弱で、回収率は 65% を切っています。値上げによって経営の安定化を図りたい考えです。市民は、電気とガスもちょっとかなり上がってるんで、うちとしては厳しいと思いますけど。子供がプールお庭でするので高いと困りますね。これは池みたいにしてるよね。勝手に出してね、困るな、高くなると水道代が ね。飲食店からも心配の声が。名物の瀬戸焼きそばのほか、将棋の藤井聡太八冠を応援するメニューなどで人気の喫茶店です。油のついたフライパンや食器を洗うため、昼時は水を出し続けることもしばしば。洗い物が多いので、やっぱり油もなんかの時は特に水道めちゃくちゃ使うので不安ですよね。この店では直近2ヶ月分の下水道使用料は1万750円でした。値上げされれば3000円以上負担が増えることに。すでに節約はしていると言いますが、今10時まで私一人でやってます。朝物が上がって、今度は水道って、もうどうしたらいいんでしょうね。かなり苦しいですね。実は県内各地でも水道代の値上げは相次いでいるんですね、はい、今年すでに値上がりしたのがこちらの町で、ピンク色ですね、はい、豊田市、愛西市、田原市、美浜町ではもう値上がりしています、うん、で今後なんですが、こちらです。まず8月には新城市で、そして10月には一宮市でも値上げが予定、そしてお伝えした瀬戸市、来年3月ですね、はい、まあ、ということなので家計の負担はちょっと増加しそうだなという感じがいたします。そうですね。